ギザギザハートの子守唄や涙のリクエストなどで人気を博したチェッカーズ。今回はその中でもボーカルの藤井フミヤさんについてご紹介します。もうとにかくかっこいいの一言ですよね。藤井さんは1962年に福岡県で生まれ育ちます。実家の詳しい家族構成はお父様、お母様、フミヤさん、弟直行さんの4人家族。お父様は鳥栖駅で駅長などを務めた方で国鉄職員だったのだとか。そしてお母様は美容師さんだったそうです。アクティブにバリバリ働くご両親のもとで育ったのでしょう。福岡の久留米市山川町で育った藤井さんはのどかなこの町で遊ぶのはいつも自然の中。ザリガニ釣りをしたり、カブトムシを取りに行ったり、川で泳いだりと昔ながらの昭和の遊びをたくさんしてすくすくと育っていきました。そして芸能界デビューした後、出身地である久留米市の歯科を作ったり、市民カードのデザインをしたりと地元久留米市をこよなく愛しています。出身高校は久留米南地区高等学校。後にメンバーともなる鶴久正春さんも在籍していました。藤井さんはバレー部に所属していて運動が大好きだったとのこと。ただし中学時代から荒れ果てていた藤井さん、学生時代はとんでもないヤンキーだったのだとか。高校に入学したのは良いものの、たったの3日で停学処分。同時期に無免許運転で2回も逮捕。地元の暴走族のメンバーにも入っており、本物のワルだったそう。学校の成績も悪かった藤井さんは一つだけ得意な教科があり、それは美術。将来はアートに関わるお仕事に就きたいと思うようになったそうです。確かに美術とは違うかもしれませんが、耳に残り当時の若者にも共感された楽曲の歌詞やメロディーはかなりセンスありますよね。波乱万丈な学生時代を送った藤井さん、高校2年の時転機が訪れます。1989年にメンバーであった竹内徹さん、同級生だった鶴久さんらと共にチェッカーズを結成。当時中森明菜さんなど突っ張りアイドルが大人気だった時代。確かな歌唱力とキレのあるダンスやパフォーマンスで爆発的な人気を誇りました。今考えると年齢の割には大人っぽくて落ち着いた雰囲気があり、そのギャップでやんちゃな雰囲気も持ち合わせ、色っぽさがあったように思います。高校生でバンドを結成した彼らは就活を機に解散を決めていました。しかしヤマハのライトミュージックコンテストのジュニア部門で見事グランプリに輝きます。そこからプロの方々の目に留まり、デビューの話を持ちかけられ、当時まだ高校生メンバーもいたため、卒業を待ってからのデビューになったようです。そして途中でフミヤさんの誘いの上、弟の直行さんがメンバーに加入。お兄さんとバンドをやるってどんな感じなのと思われがちですが、いつかのインタビューで直行さんが、兄弟仲は悪くないですかという質問に対して、兄弟仲は悪くないと思います、育った環境も一緒だし同じミュージシャンとしてバンドも一緒ですからねと語っていました。私の勝手な印象なんですが、直行さんって兄のフミヤさんのことを三歩下がって見守ってくれている感じがして、その雰囲気は当時から大好きでした。ただお兄さんのフミヤさんが最初に紹介したように、学生時代からかなりのやんちゃっ子。
色気づくのも早かったと語る直之さん。小学生の頃からバンドをやるのが夢だった僕たちは、高校を卒業してチェッカーズを結成しました。学生時代はみんな暴走族になっちゃってね、なんて当時の思い出を昔懐かしそうに語っていたのが印象的でした。そして精力的に音楽活動をしている中、藤井さんは現在の奥様である真知子さんと出会います。一般人の方なのですが、とっても美人で有名なんだとか。ちなみに彼女は実家が大手書店を経営しているというお嬢様でした。そんな中、ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたフミヤさんと交際がスタート。交際の時点で真知子さんのご実家は交際も反対だし、結婚なんてもちろん反対だったそうです。そして美術が大好きで得意だったフミヤさん、手先が器用でもあったため、芋盤をお正月に作って真知子さんの実家に送り、それに心を打たれた真知子さんのお父様は交際を許してくれたのだそう。芋盤って難しい印象なんですが、フミヤさんは一体どこまでクオリティの高い作品を送ったのでしょうか。気になります。そこからめでたくご結婚し、二人の子宝に恵まれます。長男藤井幸喜さんと妹さんの藤井杏奈さん。藤井幸喜さんに関しては有名だと思いますが、フジテレビアナウンサーとして活躍し、2020年には同局で働く一般人女性とご結婚されています。妹さんに関しては一般人の方のようなので、全く情報はありませんでした。でもおそらくフミヤさんと真知子さんのお子さんなので、美人なのは確定なのかもしれません。今回は藤井フミヤさんについてご紹介させていただきました。ファンの間では良い年の取り方をしていると、今では男性ファンも多いのだとか。これからももっともっと世の中に楽しい楽曲を生み出してほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。